最初のターゲットは鏡セール。になりますので、はい、エレベーターの何も疑わずエレベーターに乗り込むようだ。すごい。上先行ってて、すぐ行くか。すみません。鏡、このエレベーターでドッキリへご招待しよう。これは怖い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 。何も見えない。やだやだ。え、入って、タナちゃん、タナちゃん、これ怖いよね。怖い。これ泣くないの。やべえ。そうか、真っ暗で分かれへんやん、ボタンも。探してんの、ボタンを。どこ探してんの、どこだろう。警備員に扮した藤井隆登場。あ、藤井君。やったな、やったな。怖い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 。なんで藤井。なんで藤井。違う、あれだ。ファンの人じゃないです。三浦マイルドです。三浦マイルドさん、どうも。知ってますか。全然マイルドじゃない。聞くだけで落ち武者になれる芸人三浦マイルドが仕掛け人となり、恐怖の世界へと落とし入れ、これは。続いてのターゲットはノンスタイル石田明。ここに上がっていただいて調査します。石田よ、恐怖のエレベーターへようこそ。これで怖いわ。すげえおどおどしてる。ちょっと、すいません。いや、怖い。もう当人。はい、はい。はい。ここで落ち武者マイルドが石田の元へ。
マイルドと高瀬言ってみろ、マイルドと高瀬だって言ってみろ、マイルドと高瀬だ、そうマイルドと高瀬、マイルドと高瀬だ、ちょっとこれ怖すぎるぞ、ちょっとこれは絶対ダメなやつです、これ泣かないで、泣かないで、マイルドと高瀬だから大丈夫、もう大丈夫、マイルドで高しね、ね、大丈夫ね、マイルドさん、ほらくなって出てきて、ほらくなって怖くあれ怖かったあれ怖かった。続いてのターゲットは長野美里。目覚ましテレビのお天気コーナーを担当しているキャスト、決めてくださいね。予報からお伝えします。今日のエレベーター予報、笑顔のち涙雨、心により大絶叫といったところだろう。はい、わかりますか、ここすいません、はい、了解です、すいません。長野、恐怖のエレベーターへようこそ。大丈夫でしたか、大丈夫でしたかね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、中野さん今のお気持ちどうですか。ちょっとよくわからない。わからないですよね。すいません、大丈夫ですか。押し抜けちゃうんだ。じゃあ、手貸しましょうか。